ちょっと出かけてくる。留守の間頼むぞ。ああ、任せとけ。遅くなるのか？朝までには戻る。今日もママは遅いのかい？あれば。一人でいたら危ないぞ。うちまで送ろう。町が大変だ。一体何が燃えてんだ。さあ、やたら火の回りが早いんだ。俺たちも早く逃げようぜ。もたもたしてたら丸焼けになっちまう。ダメだ。この町は俺たちが取り返した町だぞ。ここで俺たちが逃げてみろ。それこそ兄貴に殺されるぞ。いいか、この町は俺たちが守るんだ。お前らは他の奴らを叩き起こして逃げ遅れた人を避難させろ。一人残らずだ。兄貴、任せてくれ。だから絶対無事でいろよ。何が起きてんの？とにかくこんなんじゃリハ間に合わないよ。ヘリ出してよ、ヘリ。あ、アーティナちゃん。アーティナちゃん。あ、マイさん、女の子が中に。あなたも？大丈夫か？お嬢さん、すまねえ。この子を頼んでいいか？そりゃいいけど、あんたはどうすんのよ。俺はまだやることがあるんだ。それ、お。大丈夫？ちょっと子供に何すんのよ。おい、待てよ、アカゲ。ちゃんと謝っていか。おい、アカゲ。どういうつもりか知らねえが、あの子に謝ってもらおうか。うるさい、早め。
だ探すの？埋まってたらどうすんだ。あいつなら絶対平気だって。ん？そういやさ、アテナちゃんって何しに町に来たの？あ、コンサートのことすっかり忘れてた。私帰らなきゃ。さてと、じゃあ私も帰ろっかな。くそ、なんて薄情な女どもだ。おい、赤毛の学ラン、どこに埋まってやがんだ。赤毛の学ラン、そいつならたった今向こうで会ったぞ。兄貴、あった。ああ、トサカみたいな髪のやつだろ。そんなことより、東側の住民は全て避難させたぞ。こいつらで最後だ。こっちは滞りなかっただろうな。当然だよ、兄貴。みんな無事でよかった。